はい。お前がアニマシティを出ていこうが俺は知らん。勝手にしろ。だがフリップの娘はすぐに帰せ。え？なんで知ってんの？フリップが人間どもに戦争を仕掛けると息巻いている。そっちの港に行くから、それまでに何とかしろ。いいな？いきなり。あなたが誰かに任せるなんて、雪でも降るのかしら。もう、私本物の獣人初めて見た。私も。でもさ、実際怖くない？半分動物みたいなことでしょ。ねえ、一緒に戦